そうですね、パスガードやっぱり狙っていけばまたちょっと違うと思うんですけども、いわゆるガードの中からパンチだけのダメージ狙いだと思う、あまりそうじゃないとブレイクされると。そうですね、さあ逆にバックに回ってきました。長い足が差し込まれます。先ほどと同じような体勢になりかけています。また足をここでクラッチすると怖い。こういうのはくるっと回転したりするの得意なんで、そのままの狙ってると思いますけどね。はい、これは今行った方がいいですね。足を巻かれる前ですね。アクション。ああ、足の苦しいそうな感じありましたね。ありましたね。パンチを入れます。セコンドの豊永さんからは正面向け、正面向けの声聞こえてきますが、少しずつ足が完璧な位置持ってないですね。そうですね、まだ内側に少し入ってきますが、逆にそれを戻してここで整体するか。